アルマリク・アルムザッファル、サイフティ・ン・クトゥズは、エジプトを支配したマムルーク朝の君主。クトゥズは1260年のアインジャールーとの戦いで、イスラーム勢力の指揮を取り、モンゴル帝国に対して勝利を収める。カイロへの帰還の途上、クトゥズは、部下のバイバルスによって暗殺され、スルターンの地位を奪われた。在位期間の短さにもかかわらず、 イスラーム世界から好評を得ているマムルーク朝のスルタンの一人に数えられ、イスラーム史上でも高い地位を獲得している。クトゥズの全員反省には不明な点が多く、彼の出自について多くの伝承が残されている。モンゴル軍に捕らえられて奴隷とされたクトゥズは商人に連れられてシリアに行き、アイユーブ朝のマムルークであるアイバクに買い取られた。いくつかの資料では、クトゥズは 自分の本名はマムドイブンマメダドであり、ホラズムシャー朝のスルターン・ヤラウッディ・ーン・ムハンマドの子孫を自称していたことを伝えるクトゥズは、アイバクハエカのマムルークの中で最も有力な人物として頭角を表し、アイバクがマムルーク朝のスルターンに即位した後、1253年にクトゥズはアイバクの副王に相当する地位についた。1257年に、 アイバクが妻のシャジャルアイコールドゥルによって暗殺された後、クトゥズはシャジャルアイコールドゥルを逮捕し、アイバクの維持マンスールアリーを新たなスルターンに擁立した。1257年11月と1258年4月の2度に渡り、ダマスカスを支配するアイユーブ家の王族アルナーセル、ユースフはクトゥズと敵対するバフリーマムルークの力を借りてエジプトに侵入したが、 クトゥズは、いずれの攻撃も退けた。1258年2月、アッパース町の首都バグダードを陥落させたモンゴル軍は、住民を虐殺し、カリフ・ムスタースイムを処刑した。ナーセルは、このアジーズをモンゴル帝国のフレグの下に派遣して、効能を行ったが、フレグは、ナーセル自身が出頭しなかったことを質問し、シリアに向けて軍を進めた。 モンゴル帝国の新軍に対して、クトゥズは、若年のマンスールアリーに変えて、南極を対処できる人物を新たに、スルターンに擁立することを主張し、1259年11月に、マンスールアリーを廃して自らスルターンに即位した。エジプトの諸将は、クトゥズがマンスールアリーを廃して、自身が、スルターンとなったことに不満を抱き、クトゥズは、モンゴル軍の侵入を撃退した後に、 他の人物にスルターンの地位を譲ることを約束した。ファリスッティに悪態を総司令官に任命して戦争の準備を開始した。1258年のモンゴル軍によるバグダット略奪フレグの軍がシリアに向けて進軍しているとき、ダマスカスのナーセルは敗下の将軍ザイネッティーンアルハーフィズからフレグに降伏し、身の安全と領土を確保するよう勧められていた。アイバク。 クトゥズと対立してシリアに出本していたバフリーマムルークのバイバルスはハーフィズイーの提案を聞いて激怒しナーセルの暗殺と新たなダマスカスの指導者の擁立を企てたしかし計画は失敗に終わりバイバルスたちバフリーマムルークはエジプトに帰国したクトゥズはバフリーマムルークの基準を歓迎しバイバルスに下流部の町を与えたまた モンゴル軍の迎撃に際してクトゥーズはナーセルに地位の安定と援軍の提供を約束する書簡を送りナーセルの警戒を解いた。メソポタミアを制圧したフレグはアレッポへの進軍を開始した。モンゴル軍の接近を知ったアレッポとダマスカスの住民は避難を開始するが避難民は冬の寒さに倒れ移動中に盗賊の襲撃を受ける。 1260年1月にアレッポは陥落し、市内でモンゴル兵による虐殺と略奪が行われた。アレッポの陥落を知ったナーセルはダマスカスを捨ててエジプトに亡命したが、クトゥズは彼の受け入れを拒否し、エジプトの国境地帯に泊まったナーセルはモンゴル軍に捕らえられる。2月にダマスカスが陥落した後、モンゴル軍からエジプトに降伏を求める使者が送られる。クトゥズは 武将を集めて協議を行い、バイバルスらの主戦論を採用して、モンゴル軍への徹底抗戦を宣言した。フレグが送った4人の死者を斬首し、彼らの首をカイロのズワイラ門に掲げた。戦費を捻出するために、カイロで臨時的な調整を行い、主君を見捨ててエジプトに逃亡したのは、セルの従者と部下の財産を没収した。モンゴル軍からの攻撃が行われる前に敵軍に、 先制攻撃を加えるため、マムルーク軍はエジプトを出発した。マムルーク軍がサラーヒーヤに到達した時、クトゥズは将軍たちを集めて攻撃のタイミングを協議したが、将軍たちの中からモンゴル兵に対して恐れを抱いてサラーヒーヤに泊まることを望む者が現れた。クトゥズは演説の中で前進を恐れる者を断劾して、進軍の意思を表明し、 配下の将軍たちに従軍を制約させる。バイバルスが率いるマムルーク軍の先発隊はガザに駐屯していたモンゴル軍の先見部隊に勝利を収め、シリア各都市のイスラム教徒は初戦の勝利に勇気づけられた。ガザに1日駐屯した後、クトゥズは海アッコンの十字軍国家に向けて軍を進めた。モンゴル軍は長年イスラーム勢力と敵対していた十字軍に 同盟の締結を提案していたが、十字軍はモンゴル軍をより強大な勢力として認識していた。靴つは十字軍勢力から中立の保障を取り付けただけでなく、マムルーク軍は十字軍の勢力下にある土地の通行を認められ、駐屯時に物資の補給を受けることができた。3日間十字軍支配下の土地で駐屯したマムルーク軍はモンゴル軍が ヨルダン川を通過した報告を受け取り、クツズとバイバルスは、パレスチナのアインジャールート平原に、モンゴル軍を誘導する作戦を立てる。クツズは、アインジャールート付近の森林に主力を配置し、バイバルスの先遣隊を派遣した。9月3日に、マムリューク軍とモンゴル軍は、アインジャールートで激突する。モンゴル軍と対峙した左翼は、恐怖に駆られて後退するが、クツズは味方を拳し、 モンゴル軍に対して突撃を繰り返した。乱戦の中で、クツズはカブトを脱ぎ捨て、自らも剣を取って、モンゴル兵と戦った。キトブカをはじめとする大半の将校が戦死した、モンゴル軍は改装し、クツズとバイバルスは、敗山兵を追撃、殺害する。勝敗の決着を見届けたクツズは馬から振り、ラカーの祈祷にどいて、神への感謝の意を示した。 アインジャールートの戦勝はマムルーク朝の名声を高めイスラーム世界での地位を確立した。ダマスカスに入場したクトゥズは30数人のキリスト教徒とモンゴル軍に協力していたイスラム教徒を処刑しダマスカスうちのキリスト教徒に500万ディルハムの税を課した。シリア方面の将軍たちに忠誠を尽くす条件をつけて地位を保障した。またクトゥズはダマスカスで アッパースケの王族がダマスカスに到着する報告を受け取り、カリフをバグダードに再興する準備を進めるため、アッパースケの王族をカイロに護送するように命令を発した。モンゴル帝国との戦闘の前、クトゥズはバイバルスにアレッポ総督の地位を約束していたが、戦後約束を保護にして、モースルのアラウティーンにアレッポを与える。 最大の競争者であるバイバルスをエジプトから離れたアレッポで勢力を拡大することに不安を抱いたためだと言われているが、バイバルスと彼の配下のマムルークから強い恨みを買った。1260年10月、カイロへの帰還の途上にあったクトゥズはサラーヒーヤで狩猟を行った。狩猟に同行していたバイバルスは、捕虜としたモンゴル軍の中から一人の美女をもらうことを申し出。 クトゥズが申し出を受け入れるとバイバルスは、クトゥズの手への切吻を願い出た。クトゥズが差し出した手はバイバルスに固く掴まれ、クトゥズは剣を抜いたバイバルスと従者によって刺殺された。クトゥズを殺害したバイバルスは、スルターンの地位につき、カイロに外旋したが、バイバルスの即位を知らされていない。カイロの住民は、クトゥズを出迎えようとしており、バイバルスら、バフリーマムルークの支配に不安を抱いていた。 バイバルスは、クトゥズが、戦費の年出のために臨時に課した税を廃止し、民衆の人気を集めた。クトゥズの遺体は、当初クサイルに埋葬され、後にカイロの墓に移された。クトゥズの知性に鋳造された硬貨には、彼の名前と称号以外何も刻まれておらず、マムルーク朝で発行された硬貨の中では、得意なものだとみなされている。ありがとうございます。